どういうこと？わかんない。なんだよこれ。ゆかチャンネル。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆこと。すんちゃんです。ゆかさん夫婦でーす。はい、元気ですかね皆さん。元気ですか？いや、いろんな大変な恋愛でさ、皆さんすごい悩んでてさ。そうだな。いや、大変ですよ本当に。こういう二冠夫婦、韓日夫婦とかカップルとか、うん、そういう続けていくのも難しいし、そうだね、まあ、恋愛は難しいっす。難しいっす。じゃあそれでよって今日はまあそのなんか一番質問多い3つぐらいを持ってきましたんですね、うんうん、じゃあそうだね、一応こういう悩みが今のところうちらにはね、うん、多かったよっていう代表基本なお悩みを今日はあのうちらが答えていこうと思います。はい、はい、まず1個目です。1個目、ロンリですね。ロンリね、遠距離、まあ、ほんと一番だよね。国際カップルの皆さんは同じ場所に住んでる人もいるけど、やっぱりロンリ遠距離恋愛してる人がたくさんいるから大変ですね。ネックだよね。これはだから遠距離はどうしますかとか聞く人、なんか遠距離ですからなんかいい方法なとかないんですかとか聞くんですけど、うん、もう結構なんていうか具体的に話したやばいや具体的に、はい、まあちょっと話したら私はこうやって思った方がいいと思います。まず、はい、まあもちろん日本と韓国だから、うん、それがずっと続けたらやっぱしんどいですね。ね、うん、いやいやな、女の子もらしらも、うん、だからそうだね、なんか注意したい時もしれないしさ、うん、やっぱり、ま、日本と韓国で、うん、まあいいなって思うのは時差がないのは本当にありがたいなって思うけど、うん、時差があったらさ本当にすれ違うじゃん、うん、でも時差がないのはやりやすいけど、でもやっぱりね、すぐ会えないし、やっぱロンディはちょっと難しいよね。だからこれは考えた方がいいと思います、うん、どういう考えんのは、うん、韓国に住むか、うん、日本に住むか、うん、お互いに未来をもうちょっとグッって考えた方がいいと思います、うんうん、そうだね、あの目標というか何年後でもいいんだけど、いつかその一緒になるよっていう場所とタイミングと仕事、まあ、仕事も、うん、考えた方がいいの、2人で話し合って、うん、結構考えといた方がいいというかプランしておいた方がロンディ遠距離恋愛をうまく続けていくコツかなと思います、うん、っていうのはやっぱ目標もなしにお互い何年後どこにいるかも分からずに、何年後どういう仕事をしてるかも分からずに今一緒にいたら喧嘩したら結構もろく崩れちゃうと思う、うん、でもやっぱ目標があって2人同じ場所を見てたら、うん、そこを目標に頑張れるっていうか、そう楽しみになる。今辛くても、あ、何年後一緒にいれるんだねって思ったら、辛くても頑張れるかなと思います。そうです。はい、は2個目、2個目やっぱ遠距離で、日本の女の子たちは結構ね連絡できないからね、クソ腹立つ時もいっぱいあるけどねだからそれでイライラしちゃうんじゃんみんなね、仲間たちら、ね、そう連絡できません、なんか人によるけどね、人によるんだけど、うん、大体呼んでいるけどなんか返事も遅いし、うん、私だけかなってなんか好きなのは私だけかなんでかっこよく考えて、ごめんうちらはダメかもとかもう言っちゃったりとかさ恋愛する時期じゃないと思う。そうなんかすごいドラマとかそういうので私で辛いんですね、じゃあ私が離れてあげますとか、あ、分かる、あ、そういうあなたのためを思って私が身を引きますみたいな、うん、うん、そうそう、そういうのはね、まあ、ドラマだけにしといてほしいよね。分かるよ、ね、辛いのは分かる、すごい分かるけど、でもまあこれも理解できなかったら2人なんか信用ができないから、うんうんうん、それをなんていうか信じないかなと思う、うんうん、そうだね、だからもうちょっと相手を信用して連絡を、なんかうちらみたいに前みたいにさなんか決めてやった方がいいと思うけどね、うん、なんか毎日じゃなくてさ、なんか大事な時はもちろんするけど、まあ、水曜日の10時は絶対テレビ電話は絶対、あ、そういうので、それも多くなったら大変なの、そうだね、うんうん、なんか1週間2回ぐらいとか、うん、それで決めて
まあ、毎日してもいいけどね正直、うん、まあいいんだったら、そういうのを信用できる感じでして、嘘はなしで、ね、まあそれが一番難しいけどね。そうだね、嘘が。そうだね、だから本当にさ一番いいのはお互いがあこれぐらいならいいなっていう、うんうん、その連絡頻度とかをちゃんとやっぱ話し合って、その方がいいの楽なの、うん、でやっぱあ私はちょっとここまでは無理だよ、そうそう、で、あ俺はここぐらいがいいよとかで連絡、うんうん、するのがいいのかなって思いました。ただね、そこに感情が絡まってくるとまたさ難しいんだよね。でも長くいくんだったら、その相手を本当に好きだったら、うん、それぐらいはちょっとね理解した方がいいと思います。まあね、それじゃなかったらまあそんなに。そうで、あとなんかその、うん、3の時は分かんないけど、付き合って本当に真剣にこの人とねこれから歩んでいきたいなっていう時はミルタン、うん、あのやらなくていいと思って私は思ってる、うん、あのそのミルタンのせいでなんか例えばね来たよ連絡来て、うん、すぐ返さない、わざと返さないで考えてね、なんかいや後で返さ、なんか私今暇って思われたら嫌だとか思ってなんか後で返したりとかしちゃうと結構そっから崩れていったりすると思う。めっちゃわかると思うみんな、うん、それはだから3の時はちょっとこう付き合う前のこうどうかなっていう関係の時はいいけど、はい、もう付き合って真剣にその人を思ってるんだったらなんかそういうミルタンはちょっと捨ててもいいかなと思います私は。だから、まあ、難しい部分ですけど、うん、お互いにめっちゃ信じて先ゆかが言ってる感じで、うん、やった方が正直に一番いいと思います。だからこうやってうちらもね、うん、連絡する時喧嘩もなくなったし、うん、後がいいの、未来の、ね、結婚した後もね楽だよね、めっちゃ楽だった、うん、なんか連絡でストレスたまんのは嫌ですね。そうです。それで3つ目、やっぱ遠距離だし やっぱり会いに行くんじゃないですか、お互いの国に。そうだね、でやっぱ飛行機乗ったり、うん、その料金結構高いんじゃないですか。そうだね、一緒の国、うんうんうん、一緒のとこにいたらもちろん安く、なんか全然お金使わなくても山とか山登り海登り何やったっけ、あの貝とあのミキちゃんのやつ、ああ貝拾い、貝拾いとか楽しいわね、貝拾いとかって入れるけど、やっぱ飛行機乗ったり誰かがお金もっと使ったり、うん、そういう喧嘩も、うん、なん喧嘩っていうかなんか心の中分かる。やっぱ日本と韓国で恋愛してて、うん、いつも日本に男の子が行ってます、うん、でなんか5回ぐらいそれ繰り返してて、うん、次韓国おいでよみたいな話になった時、そうそう、いやでも忙しいからとかなったら多分そうなんげ、千里ちゃんあのちょっとなんかお寂しいっていうか、なんで俺ばっかりいつも言ってるんだろうみたいな、努力の差みたいなのが生まれてくると思うから、うん、どうしたらいいと思う。だからそれが、うん、だから溜まって喧嘩になるから、うん、そうだね、お金が使う頻度を、うん、だから同じ感じにした方が一番綺麗なの。だから、うんうんうん、俺はいつも TA とか安い方の乗っていくのに、うん、お前はなんでザル乗ってくるのとか別にええやん、高いじゃん、ザルええやん、なんかええやん、大韓国とかちょっと大きいメジャーのいいじゃん、ちょっといいじゃん、なんか名前とかなんかいい場所でさいい時間帯に、でも俺はあの夜中の便、そう夜中の8時の便とかなんか嫌じゃんね、分かるやろねみんな、うん、みんなあるあるって、そうだね、だからそういうちょっと細かいのがめっちゃ細かいので、なんかあの積もると後でしんどくなるかもしれないから、もちろん経済状況はみんな違うから、それぞれに合わせてあの恋愛して大丈夫なんだけど、でも例えば同じぐらいのなんかこう若いカップルとかだったら、例えばカップル貯金みたいなのして1ヶ月に2万2万ここに振り込んで、うん、貯めてこれを旅費に、私たちの旅費にしよう、こっから旅費は払おうっていう風にしても結構いいと思う。だからそれが一番いいと思います、うん、だからクリアだし、うん、あのどっちが多く使うとかでね揉めることもないし、別れたりとかし別れたら、だから浮気したりそういうなんか悪いことしたり関係が悪くなって別れるときは、だからその前から契約書かけて、うん、悪い子はもうこの貯金をもらえません、
その悪いことした人はもらえません。そうそうそう、みじゃる勝ちやから。それをね、しっかり書くの。そうそう、やばいね。だから4万貯めたら、だからまあ例えばだよ、4万貯めて、8万貯めて、それ全然いけるじゃん。行ったり来たり、行ったり来たり、行ける、行ける、うん、1ヶ月1回頑張ったらいけるし、2回もいけるし、うん、そうそう、だから2人で力を合わせてこう貯めて、うん、旅行というかお互いに会いに行くっていうのも結構いいと思う。だからデートとかデートするとき、うん、そのお金を利用するとか。そうだね、それが一番クリアと思います。はい、はい、そんな感じの、まあ結構その遠距離恋愛についての質問がたくさん来てたので、まずはこの皆さんから DM が来る前に、私たちからこういう問題が今までね送られてきてたよっていうのに対して答えてみました。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、次の動画で会いましょう。バイバイ。